のエスアリス役長尾さなです。エスアリスはネズミと二人でお話をする場面があります。その時アリスはネズミのことを手下のように扱っています。そのアリスの強いところが私に似ていると思います。最後まで笑顔で演じ切ります。よろしくお願いします。ハーフ組のエムアリスを演じます武田よしみです。私が演じるエムアリスは不思議な国に迷い込むきっかけのシーンが冒頭にあるので特に大事にしたいところです。鍵や瓶が突然出てきて驚いたりいろいろ考えたりしながら突き進んでいく好奇心旺盛なアリスを楽しみにしていてください。ハーフ組エルアリスを演じます棚橋達夫です。不思議な生き物たちに出会い謎謎したり楽しく踊ったり泣いて笑っていろんな表情を楽しんでいただきたいです。成長したアリスのラストシーン、私の大好きな言葉がたくさん詰まっているので、ぜひ注目してください。帽子組エスアリス役の金城芽衣です。私はイモムシに怒っています。だってよくわからないんだもん。まあ最終的にはイモムシにも犬にも勝てましたけど、上下関係なく生意気やおてんばで泣き虫のアリスを見てください。お願いします。帽子組エムアリス役の木原珠美です。アリスは自社猫や公爵夫人など不思議なキャラクターと出会います。その中でもアリスが森で迷子になるシーンではアリスの成長が見られるかと思います。そしてアリスのお茶目な姿にもぜひ注目してくださいね。劇場でお待ちしてます。帽子組のエルアリス役を演じます岩田沙織です。天真爛漫で元気いっぱいおてんばなアリスを演じます。私のおすすめのシーンは不思議の国で成長したアリスが女王様に立ち向かうシーンです。みんな女王様に従っているのにアリスは強気な言葉をバンバン言っちゃいます。皆さんもアリスと一緒に冒険している気持ちで楽しんでみてください。